おはようございます。ウィッシュ。今回はベネズエラ編をお伝えしたいなと思います。はい、ベネズエラってね、もう野球の強豪国ですよ。皆さんご存知の通り、野球の強豪国。そんなベネズエラ編はどんな選手が今まで NPB で活躍してたのか、そういったところをね、ご覧いただけたらと思います。はい、それではね、最後までご覧いただきましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はベネズエラ編をお伝えしました。この動画が少しでよかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おいー。